はい、どうもお疲れ様です。初心者がゼロから独学通信で2019年より日本習字を開始、今回は日本習字7月号の教書課題が返ってきましたので、そちらの方の結果を見ていきたいと思います。というわけで、今までの結果の流れをざっくりと振り返ってみたいんですけれども、2019年1月から日本習字を開始しまして、2019年のうちに8級から1級まで昇級、2020年には1級から準2段へと上がりました。そして今年2021年はなんと一度も昇段がなく、今に至るわけでございます。というわけで、期待がかかる今回のこの結果、そちらの方を早速見ていきたいと思います。はい、というわけで、今回もいつものように奥さんに先に中身を見てもらって、名前等々が見えないようにね、付箋を貼ってもらってます。なのでね、一回こう開けていますが、僕は当然中身を知りません。サクサク見ていきたいと思います。ね、やっぱりこうなってくるとね、やっぱ本当に商談しないとね、もうあー、怖い。サクサク行こう、もう。さあ、サクサク行くよ。はい、さあ、行きますよ。ちょっと待った、ほらほら、ちょっと待って待って待って。行っちゃうか、もう。せーの、きたー。お、きたー。しこ、はい、というわけで、中等師範のモツでございますと。いやーねー、よかったー。ちょっとね、喜びすぎてジャンプした瞬間ずっこけてね、軽く怪我をしてしまいましたか。今ね、見ていただいてるこの作品、また金賞ですよ。2回目ですね、前回の教書課題に続いて。なんと金賞をいただきまして、無事に中等師範になりました。まあ、つまり2段ですね。よかったー。これが多分ね、30日目に書いた作品だと思うんですけれども、やっぱこれが良かったんですね。まあ、これで、まあ今見ても、まあまあバランスは取れてるかな。まあいろいろね、手直ししたいとこはありましたけれども、まあとにかくまあ結果はですよね。とりあえず良かった。良かったです。中等師範になると、とりあえず中学生に、習字を教えることができるんですけれども、もちろんね、まだまだ教えられる器、そして、この技術はないので、まあ、さらに、課題ですよね。毎月の課題をみっちりと、まあ、集中して練習していきたいと思っております。そして、以前少しお話ししました、硬筆の方もですね、まあ、時を見て、開始しながら、両立していきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、今回は日本習字7月号教書課題の結果を報告させていただきました。無事に2段、そして中等師範になることができました。皆様ありがとうございました。これからもね、しっかり練習をして、どん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 精進していきたいと思っておりますので、また応援等々よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではお疲れ様でしたー。